チャオ、あちゃんです。4月11日の晩ご飯終わりましたということでね、デザート作っていきます。あこちゃんがね、なんかゴソゴソしながらここにで見てんだけどねはい、あこちゃんゴソゴソ中です。では作っていきましょう。冷蔵庫から戻ってたあこちゃんがどっか行っちゃっておらへんカメラだけ放置してどっか行っちゃいました。では作っていきます。はい、ここにね、ベリーオレンジとベリーミックスっていうのを買って、こういうねベリーのミックスを買ってきました。あ、入れすぎたかな。あんまり入れすぎるとね、こういうの結構使えるのね、こういうの。ちょっと細いやったっけな。カナダ製のね、ベリーミックス。結構使えるね、これ。細かくね、砕かれてて。で、これを、まあこんな感じに軽く。ちょっとこっち多いな。ダージン少ないな。こんなもんでかな。これぐらい。あんまり多いとね、あれなんで。酸っぱいね。これね、アーモンドミルクヨーグルト。これ買ってんけど、あんま美味しくなかったね。だからこういうのに使うと美味しくなるかなと思ってね。画面からフェードアウトしてどっか行っちゃいましたわ。ごめん、甘みがないしね、もう一つ美味しくなかったのよ。はい、で、ここにね、 SL スーパーカップチーズ&クッキー、これをね入れます。あ、帰ってきた。アイス。ああ、いいな。アイスね。これ、この前一緒に食べようって買ったんやけど、食べへんかったんや。そうもうお腹いっぱいで食べられへんなーって言って、明日食べようかーって言ったら帰ってしもたからさ。あこちゃんの分食べときます。私の分は、あつみさんが責任持って食べときます。あずるーあ、置いといたろか、来月まで霜ついて、え、冷凍庫家で置いといたろか、結露で臭くなってるから。まだどっか行った落ち着きないじゃんはい、ということでね、お冷蔵庫にまだいただきます。はい、ということでこんな感じでデザート完成です。で、子供にあげてみましょう。はい、ということで今日のあっちゃんちのデザート作りはミックスベリーとヨーグルトと、アイスでした。
よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。では、またね。バイバイ。あこちゃんもバイバイ。はい、ではまたね。チャオ、あっちゃんです。今日4月11日、あっちゃんのデザートタイム。アーモンドヨーグルトとクッキーバニラと、ミックスベリーの、デザートです。食べます。いただきます。あ、やっとね、キッチンで洗い物しなあかんから、もう手や戻るのめんどくさいから、ここで食べちゃいます。アイスと合わせたら美味しい。うん。ちょっとアーモンドの主張が強いね、これ。合わせるの難しい。うん。美味しいね。なんか料理に使えるといいんだけどね。何に使えるのな。でもレアチーズケーキとか作るのにええんちゃう。チーズケーキ作るのにクリームチーズとあれとヨーグルトやからアーモンド切っとったら美味しいんちゃうかな。甘み足したら美味しくなるからアイスで。うん。美味しいね。うん。なんでキッチンで食べてんねやろね。なんで？もうめん戻るのめんどくさくて。二つ持って行って手に本しかないから。自分の持っていくんだ。もうこれ食べよ。あのカメラもここやし。ヨーグルトの、ヨーグルトのアーモンドの美味しさがうまく際立った感じ。完食しました。美味しかった。これからね、またデザートは厚みが担当していろいろ作っていくんで、キッチンはね、今日はね、子供がね、やっぱりあこちゃんの料理が美味しかったみたいで、あっちゃんのは少ないと。量が少ないって言われて。味はね、美味しかったらしいねんけどもね。ただ、量はね、ヒカルはちょっと文句言うてた。うん、魚嫌いやとか言って、そこみたいなね。まあいいです。頑張ってこれからも美味しいものを、あこちゃんに作ってもらいましょう。はい、ということで今日のあっちゃんのデザートタイムこの辺で終わりにしたいと思います。デザートはあっちゃんが作っていくんでね、これからねいろんなものまた考えていきます。このミックスベリー使って、クリームチーズとヨーグルトでベリーレアチーズケーキ作ったら美味しいんちゃうかなってふと思ってんけどね。また近いうちチャレンジしたいと思います。ではだね、バイバイ。あこちゃんこっち来やへんかったら食べられへんよ。ああ今度レアチーズケーキ作るから、ベリーの。うんうん、待ってんで。うん、待ってんで。高い料費使ってチーズケーキだけ食べに。新幹線でチーズケーキだけ食べに。高いなぁ。高いチーズケーキ。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、ご飯食べよったし、あこちゃんとお話しながら 夜を楽しみたいと思います。いやけども、ライブじゃなあかんね。ライブ今日もやると思います。で、またね、バイバイ。ライブの後喋ろうか、電話で。え？ライブの後電話しようか。うん。うん。またね、バイバイ。